古典ロコは1940年から1941年まで発行された会員制の導入手である第10号まで発行された太平洋戦争以前の日本の鉄道趣味の営業士としては1929年から1938年まで発行された鉄道と1933年から1937年まで発行された 鉄道趣味があるが、戦時色が濃くなると国策に沿う形で休館となった。そのような時代の中で、会員制の同人誌である本誌と、ツバメが発行された。関東地方では、高松義太郎らが、ツバメクラブを、関西地方では、西岡津三郎らが、クラシカル、ロコクラブを立ち上げるために会員を募集し、それぞれ同人誌である、ツバメと本、本誌古典。 ロコの発行を開始した。共に創刊は1940年である。古典、ロコに重付された流山鉄道のボールドウィン製、サドルタンク基本紙は A5 版のガリ版印刷で、写真は印刷ではなくプリントの重付であった。プリントが重付されていることが、本紙の最大の特徴である。本紙2号に重付された、松森俊介の写真、怪と最大字鉄道は、 最大寺鉄道に採録されている。また、本市4号に重布された流山鉄道のボールドウィン製サドルタンク機の写真は、鉄道模型趣味の口絵写真に再掲されている。本市の目的は古典機関車と私鉄の研究である。記事の機構は、今村清志、薄井重信、金田茂、谷川義春。 牧野俊介らによって行われ、記事の質は高く、各号は約30ページほどであるが充実した内容であった。記事の内容は、氏名の古典、ロコにはとらわれず、1940年に製造された蒸気機関車 C57135 に関することも寄稿されている。各号の発行部数は90部で非売品であった。 1941年2月10日発行の第10号が本誌の週刊号となった。週刊に至る経緯が本号の編集余録に綴られている。昨週以来急に防衛用取り締まりが原になりました。これまで軍機保護法、軍用資源秘密保護法等の放棄による撮影禁止より以上に行政上の取り締まり範囲が多くなり今までは何ら、 制限もなかった施設での撮影もできぬようになってしまいました。車両だけの写真なら許されるだろうと一応は考えられますが車両を写すためには駅とか機関庫へ行くわけですからどうしても場所柄禁止されてしまうのはやむを得ないことでありません。我々の立場からすれば、甚ははだ残念なことですが、今やとやかくもうすべき時ではなくお互いに守るべき、 ことは固く守っていきたびいいと思います。編集よ録、古典ロコ第10号本号、週刊の字には次のようにある。当初目的として掲げました、各地施設の研究が、次局の急進点により市場発表を見合わすべきが、死闘と考えられるに至りました。週刊の字、古典ロコ第10号ウェブサイト出版物。ありがとうございます。